ガリシア州内の一参戦所は、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカとサルネスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は17,604人で、あるが、ガリシアのリゾート観光の中心地で、夏季には人口は約10倍に膨れ上がる。住民故障は、サンシンクシーの A。カスティーリャ語による表記は三元所。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は34.84%。三線所は、ポンテベドラ県の北西部、コマルカとサルネスに属する。北はオグローベとリアデアロウサに面し、北東はメアーニョ、東はポイオニ、隣接、南はリアデポンテベドラ、西は大西洋に面している。自治体中心地区は、パドリニャン教区の三線所地区。サンシェンショは、 カンバードス司法管轄区に属す。住民は9の教区の117の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のカタリーナ・ゴンサーレスベア。自治体表議員は、ガリシア国民党。8、SAL。3、ガリシア社会主義者党。3、ガリシア民族主義ブロック。2、ビップス。1となっている。参信書は9の教区に分けられる。ふとは、 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。